10月10日、夜の静けさの中、ひときわ注目を浴びる白いポルシェ911が住宅地を走っていた。そのハンドルを握るのは、人気バンドドラゴン ASH のボーカル、古谷健二、44歳。彼の家族との日常の風景の中で、この車はしばしば目撃されている。デムイー組、42歳が助手席に座る姿も頻繁に見られたが、この日は異なる情報が浮上した。現在、ME 組は自身のビジネスとして大ヒットを記録している美容本、綺麗はこれで作れますで話題に。彼女はグラビアアイドルから女優、さらには経営者としての顔も持ち、活動の幅を広げている。一方で、夫である古谷健二との間には、今年8月頃から変化が見られ始めたと伝えられている。一部報道では、ME 組と古谷健二の関係に微妙な変化があると指摘されており、2人が現在別居中であることも確認されている。この背景には古谷の私的な問題が影響しているのか、それとも単に夫婦間の通常のすれ違いなのか、詳しい事実関係はまだ明らかになっていない。 ME 組自身は、最近の状況について夫の事柄については、私から詳しく話すことはできないとコメントしている。古谷も自身のインスタグラムで何かしらのメッセージを投稿する可能性があるため、ファンや関心を持つ人々は彼の動向を注視している。この状況は多くのセレブリティ夫婦に見られる普通の夫婦の営みの一部であり、外部からの過度な勧誘や偏見も避けるため、事実関係の確認と理解が求められる。私たちはすでに一緒には暮らしていません。今年の初めに私たちの未来について真摯に話し合い、この決断を下しました。私たちのマスコもこの状況を受け入れてくれています。15年という長い期間を一緒に過ごした私たちが出したこの決断も、皆様には温かく見守っていただけることを願っています。離婚についての経緯や時期、そして息子の理解を求めるメッセージを含む古谷の公式声明により、ファンや関心を持つ多くの人々に彼の家庭状況が明らかになった。さらに古谷さんの私生活に関する噂として、彼が近年親密になったとされる A 子さんの存在が取り沙汰されている。 A 子さんはドラゴン ASH の大ファンで、彼女の頻繁なライブ参加が指摘されている。東京近郊の場所で働いている彼女は、独特のファッションセンスを持つ女性として知られている。一方、古谷と A 子さんの関係に関する情報が広まる中、関係者からの情報として、古谷が最近も特定の黒い指輪、公の場で身につけているという情報が寄せられている。これは古谷と A 子さんが共につけているとされる特定のデザインの指輪で、その存在が2人の関係性を示唆するものとして話題となっている。一部の報道によれば、この指輪は以前から2人の間で交換されていたもので、それを示す写真も存在するという。このような情報が広がる中、古谷の公式なコメントやその真意については現時点では明らかになっていない。関係者やファンからの様々な意見や予測が飛び交う中、彼の真摯な意向や決断に耳を傾けることが必要であると感じられる。先日、音楽フェスティバルでドラゴン ASH が参加した際の写真にて、古谷健二が黒い指輪をつけていることがファンの間で話題になっている。私たちの取材によれば、古谷さんが最近、友人の A 子さんと一緒に時を過ごしている姿が確認された。9月のある日、彼は自宅に一人で帰宅し、約30分後、2人で外に出てきたという。その日、2人は三軒茶屋の人気和食店で食事を楽しんだ後、一緒に帰宅している。翌日も、古谷さんは音楽イベントのために家を出て行った後、 A 子さんも出発しました。情報によると、2人は友人として良好な関係を築いているようだ。ある知人は、古谷さんと A 子さんは互いに励まし合っており、お互いの心の支えとなっているとコメントしている。古谷さんと彼の関係に関する話題は近頃注目されています。古谷さんはもともと家で共に過ごす時間を大切にしたいと考えていたようです。そして A 子さんとは共通の趣味であるゲームを楽しむ時間を持っていると言われています。また現在 ME 組さんとの関係については、双方の代理人も通じて今後の手続きについて協議している段階との情報があります。10月14日の夕方、取材のために古谷さんに近づいた時、彼は車の中でのインタビューを受け入れる姿勢を見せました。それに応じて取材を実施しました。そのインタビューの中で
彼は自身の気持ちや今後についての考えを語ったのです。この記事では、古谷さんの考えや感じていることに焦点を当て、客観的な情報提供を目指しております。スクープや論争を煽るような内容は避け、公平な情報をお伝えすることを心がけております。関連ニュース。人気ミュージシャン古谷健二とその家庭の最新の動向。近年、日本の音楽界での話題となっているドラゴン ASH のメンバー古谷健二さん44の家庭状況が変化しています。長年のパートナー ME 組さん42との間に生じた不和は多くのファンや関係者に驚きをもたらしています。現在2人は別の場所で生活をしており、それぞれの代理人を通して将来の対応について話し合いを進めていると伝えられています。この中で古谷さんが一般の女性 A 子さんと交流を持っていることがあるメディアの取材により明らかになりました。先日古谷さんが自宅に帰宅した際に一部報道関係者から質問を受けました。それに対し彼は冷静に A 子さんとは友人関係で特別な付き合いはしていないという旨を伝えました。その上で現在の家庭状況についてもあくまで私的な事柄として扱うよう求めている様子でした。今後古谷さんや ME 組さんの公式なコメントや行動が注目されますが、どんな結果になるにせよ私たちは彼らの幸せを心から願っています。同時に感情的な議論や過度な関心も避け、芸能人のプライバシーを尊重することの重要性を再認識する必要があると感じます。有名アーティストである古谷健二さんは最近のインタビューで自身の人生についての新しい章を明らかにしました。彼は ME 組さんとの関係を終わらせた後、新しい人との間に真剣な関係を築き上げていると語りました。インスタグラムの投稿を振り返ると、今年の初めに彼のチームが離婚の話を公表したことが確認できます。しかし、別居が始まったのは8月半ばだったとのこと。古谷さんによると、別居についての話し合いは実は去年から始まっていたとのこと。私たち2人の間の話は、外部に公開せずに進めていこうと思っていましたと彼は語った。新しい関係についての質問に対し、彼はまだ詳細を公にする段階ではないと述べ、これ以上のコメントを避けました。しかし、新しい関係の存在については確認しました。古谷さんの未来に関する動向は、多くのファンから注目されています。彼の人生の次の章について、これからも引き続き情報をお届けします。古谷健二は、先日の取材において、現在の状況や将来についての考えを語った。彼の現在の状態や心情、家族や A 子さんとの関係について詳しく知ることができた。取材の終了後、古谷は自宅へと戻っていった。彼の現在の気持ちや将来に対する考えが明らかになったこの取材は、彼の今後の動向に注目が集まることとなりそうだ。視聴者のコメント。皆さん、信じられますか？彼がかつて家族と住んでいたその家に、堂々と A 子さんを招くなんて。そして A 子さん、そんな場所に足を運ぶなんて、ほとんどの人は躊躇するでしょうね。このユニークな二人、きっと特別な未来が待っているのでしょう。ゲムイーグミさん、新たな門出として、新しいチャンスをつかんでくださいね。ファンとして、彼のパフォーマンスやフェスに参加してきたことはありますが、この件に関しては正直、驚きを隠しません。彼の歌には多くの思い出が詰まっているからこそ、その真摯な姿勢を期待していた。だからこそ、少し残念な気持ちも。もちろん、彼の楽曲に罪はない。